なんかバンになったんだけど俺。バンになったんだけど。駐車禁止エリアからの配信でバンとかつってバンになったんだけど。ちょっと運営に言ってくれない？さっきのかってなんで俺自分家の家の前でバンになるんだよ。意味わかんなくない？いや5番っぽいけどメール送ったけどいい加減にしてくんない？ガソスさんところもバンにならないだろう。なんでバンになるの？マクドナルドも食いに行けねえのか？灯油入れないからよって、なんで店員に聞いててバンにされるの？なんでガソスタの店員とやり取りしててバンになるの？意味わかんなくない？なんでガソスタの店員に確認取ってて俺がバンになるの？いや、メール送ったよ。メール返ってくんのかな？なんで？なんで？週末だから返事が来ないんじゃない？あ、今日土曜日だから。なんで？なんで、なんで、なんで、なんで。どうして？通じてきたよ。今メール送った。メール送ったメール。どうしてなの？なんで配信もしてないのに、バンを俺が食らわなきゃいけないの？どうしてなんですか？しかも今日土曜日なんだけど。土曜日。いや、メール送ったよ。なんでガソスさんのところで泊まって店員に聞いて俺がバン食らわなきゃいけないの？集金もしてないのに。どうして？なんでガソスタの前で止まってたらバン食らうの？一時停止もないです。絶対これ5番でしょ。しかも土曜日だからバン解除なるの？これひょんなことから今日土日なんだけど。土日。いや、モードもしてたよ。え？
土日で返事なんか返ってくんのこれ。土日で。土日は帰ってくんのかな。土日で。土日で帰ってくんのこれ。土曜日日曜日で。メール来てるからちょっと見るわ。帰ってこねえわな、こんなすぐな。土日で。土日は帰ってくんのかな、メール。いや5番だと思うけど、土日は帰ってこなくない？しかもイベント中なのに。お問い合わせは受付してくれてるけど、どうすんの。ちゃんとメール送ってた方がいいのかな。イベント ですし、困るのですが、すぐ対応お願いします。え、こんなお前絶対見られないよな。だって今日土曜日だもん。土曜日なあ、土曜日だよ。土曜日。土曜日だよ。帰ってくるの。返事。え？土日は対応してないって、お前こんな時に対応してくれないで、なんで俺をバンにするの？めちゃくちゃ困るんだけど。なんで配信もしてないのにバンになるの？意味わかんなくない？いや、めちゃくちゃ意味わかんなくない？お前の困りなんて知らんて。知らねえじゃねえんだよ、おめえよ。知らねえじゃねえんだよ、てめえよ。意味わかんねえよなあ。
いや土日だからならないんじゃないの。土日だから、困るんですけど。だって五番にしても太陽どうせ明日でしょ。どうせ明日でしょ。ねえ、明日いや五番なのか何なのか番になったんだよね。なんでガソスさんの前で番になるの、意味わかんないんだけど。ガソリンスタンドに止めたらふわっちさんは番なんですか。ねえ、警察のつもりですか。ねえ、じゃあこれからシートベルトで捕まった話とかそういう話したら番ってことですか。関係あるんですか、配信に。ないですよね。そんなやり方だったらもうツイキャス配信者になりますよ私。ツイキャス配信者なりますよ、ツイキャス配信者に。もうキャス主になりますよ。キャスで通用しますよ。今2000人もいるんで。え、うわ、せっかくイベント追いついたのにまたお前ら俺がやる頃200万差ぐらい差つけられるわ。え、200万差ぐらい、明日いけるか、もっと差つけられる。あ、お茶パクセンキュー、ラスコイ。え、イベントっていつまでだった、明日明後日。いや、運営がだって対応してないでしょ今、運営が。運営が今対応してないでしょ。え、メールなんか返ってくんのかな、夜返ってくんのかな。ふわっちのさ、アカウントのあの DM さ、送れねえんだよ、ツイートされてねえから。ふわっち公式、あ、メール送れるわ、ふわっち公式。あ、こっちに送るわ、こっちに送るわ。あ、こっちに送るわ。あ、こっち送れるじゃん。お疲れ様です、ふわっちの稼ぎ頭、養分伊藤ですが、違反もしてないのに突然バンになりました。
5番なら早く解除してもらわないとふわっちのイベントができません。せっかくこれからイベントでたくさんアイテムを投げてもらう配信をするのに早急に解除してください。よろしくお願いします。イベント中これだと本当に困ります。切符も切られてねえよ。なんで切符も切られねえのにだよ。もういいか、今日はもうツイキャスやるか。それ本当に書いた、それ本当に書いた。え、ちょっと余計な文章入れない方が良かった？余計な文章入れない方が良かったかな。え、ちょっと余計な文章入れすぎた。ただ今日土曜日じゃん、月曜とかじゃないじゃん。ねえ、月曜日でもないじゃん。どうすんの。今日はゆっくりしろってこと？養分らしくていいんじゃないかって。今日遊ぶか、ほんじゃ。え？これじゃイベントアイテム、これから投げられる枠をやろうとしてるのに、これじゃアイテムも飛びませんって。言った。送った。そう送りましたよ。重課金者もメールしてて、なんでバンになる。弾込めてるリスナーもいますって、早くしてくださいって。どうなってんだよ、みえ。えぐれえぐれえみえ、ふざけてんじゃねえぞこの野郎。なあ、なんで今イベント追いついたのに俺の邪魔してくれてんじゃ。赤松さん、もしかしたらふわっちから養分伊藤さんがツイキャス来るかもしれませんよ。赤松さん、期待しててください。え、赤松さん、うわー、これほんじゃ俺明日なんで、すげー追いつかなきゃいけないじゃん。何やってくれてんだよ、何やってくれてんだよ。ねえ、聖杯余ってないからちゃんと取っといてよ。今日のうち解除なんねえかな。メールは送ったけど、だけどメール見ねえよな。見なくない？だってお問い合わせ対応時間が10時から17時になってるもん。対応できるメールアドレス教えろよ。はい。でも配信落ちた。落ちた。あ、挨拶遅れました。お久しぶりですよ、ワンさん。ああ、こんばんは。落ちました。こんばんは、遅れです。え、なんで？わかりません。ガソスタの隣止まってたから。いや、分からん。あ、ガソスタの隣、あれ、道路？道路で寄せて止めて、ガソスタの店員と喋ってたんだよ。なるほどな。だって、そんなんでバンならないだろ。いや、要もそれな、標識なかった。標識もないって。
ない。止めていい場所だって。外カメ。ドライブモードちゃんと。ドライモード。ドライブモード。それは何の？いや、わかんない。5番かなと思うけどね。ただ、同日だから、メールが見られるのが多分明日だと思う。ああ、メール見られるのは。そう。順、あの、朝からしか対応してもらえないと思う。ねえ、8時から17時って書いてたもん。イベント中やで、今。一番聞くやん、これ。いいよ、明日、追い越すから。ごぼうときする。うん。今日解除されなかったら、今日ゆっくりツイキャス楽しむからいいよ。え、期限まだ決まってない？期限？期限1日、うん、あ、1日じゃん。では書いてる。あ、じゃあもう全然余裕やん。けど多分5番だと思うんだけどね。え、理由はあれや、どうせその交通違反のどうだったら。そう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 。あー、なんで番になるやんな、それ。だからもうパチンコ配信してくるわ。もうツイキャスだし。あ、1日番なんや。じゃあもう明日には復活？明日か朝、朝かな。朝には復活するんじゃないか。あ、よかったやん。じゃあ、うん、メール見てもらったタイミングで。うんうん、はい、そんな感じっす。タイツさん、了解了解、頑張ってください。養分なんか番なれんや、めったに。はい、なんでメール送ったんで。夜復活したらもう朝までもずっとこじりまくるから。いいよ、もう、うん、こじり倒して。はい、じゃあ高橋さん、お疲れ様です。はい、メールだって返ってこないよ。どうすんですか。せめてあのメール既読ぐらいしてほしいけどね。メールを既読。あ、あと普通のメールアドレスにもメール送っとくか。ふわっちで俺いつもずっと送ってるメールアドレスなんだよ。ちょっとそっちにも送るわ。ちょっと待ってて。だった。発見。よろしくお願いします。 OK。 いつものメール送ったから。いつも運営に送ってるメールアドレスに送りました。どうすんですか、どうすんですか、ほんまに。どうすんですか。絶対さ、土曜日だからさ、メール見てもらえるのも朝だよね。じゃあマジで。ねえ、土曜日だよ。今日土曜でしょ、明日日曜日。だってどっちにしろ朝までメール見られないで。サクッと見てくれるもんかね。そりゃ
もう家帰ってるわな。運営だって。お仕事帰ってるわな。なあ、帰ってるわな。24時間体制じゃねえだろう。帰ってんじゃねえの。まあなったものはしょうがないから、まあ明日起きたら多分解除されてるでしょう。はい。なので、え、土日ってメールも見ないのかな。見るわな、メールは見るわな、朝な。いや、月曜日にならないんだけど。え？メール見るのは月曜日なの？メールっていつ見んの？朝は8時から17時は見るんじゃないの？見ないの？見ないの？嘘だろ。お問い合わせ対応時間10時から17日、17時、同日祝日及び弊社休業日を除く。営業日、3営業日ほどお時間をいただくことがございますので。あ、やっぱ、月曜じゃ意味ねえだろ！月曜日じゃ意味ねえだろうが。そう、来てる。それじゃ意味ねえだろう。どっちにしろ。じゃあ今日はもうゆっくりしようか。じゃあ早く帰っていいじゃん。早く帰ってもうビール飲んで、そうする？そうしようか。なあ。ほんじゃ遅く帰る意味もないしな。早く帰ってもちょっと酒盛り始めるか？お前ら。いや、もうセミナーの時間 DVD 見たらいいよ。え？俺前に土曜日に5番された時は月曜対応だったで、月曜。まあいいよ。あ、ごまえ。おめえにハンデやるよ。な。ナイスは明日の対応がどっちにしろ月曜日だから。な。もう今日十分1800ナイスもらってるから。明日の夜からでもナイス1000なんてすぐ集まるから。で、イベントは、ちょっと、さらに、ちょっと差つけられる。イベントは、ナイスは問題ないんだけど、イベントは、差つけられるね。ナイスできるよ。差つけられるね。イベントは、差つけられちゃう。多分剥奪されないと思うで。剥奪されないと思う。ただメールだって返ってこないもん。返ってこないもんだって。とりあえず、だってメール返ってこないとわかんないから、ちょっとお家帰ろ。お家帰ってカツオ持ってお家帰ろう。もうビール飲もうよ。これだったらセミナーの時間は俺 DVD かなんか見てたらいいじゃん。
ねえ、そうしようか、そうしようか、もう。まあ神様からもらった休日だと思ってさ、ちょっとゆっくり休憩でもしようぜ。お前らちょっとカツオ持ってくるわ。じゃあ俺カツオ持ってくる。カツオうわ明日イベント大変だわ。ちょっとうちのリスナーさん朝解除されるかいつ解除されるかわかんねえわ。ちょっとあのイベントまた急ピッチで追いかけるようになるけど、ちょっと明日イベラス最終日みたいになるけど、いいっすか？いいっすか？イベラス最終日みたいになるんですけど。すいませんね。ちょっと明日まくろう。明日ちょ、なんだこれ鍵取れねえぞ。明日撮りましょう。んじゃあちょっと行ってくるわ一回。ちょっとカツオ取ってくるわ。カツオ
もう今1900人いるんで、ふわっち行って中村くんを通報してください。全員もう今日のうちにお茶爆100個目指します。というキャスでふわっちのイベント出れないので、ツイキャスでお茶爆100個目指します。急遽ヨーブイとこの間のリゼロのお金を取り戻せインお茶爆100個目指す枠開催でーす。わー。というわけで本日もうお茶爆100個ツイキャスでこじっていきます。はい、今からお茶爆100個こじります。今日お茶爆100個、あ、お手元のお茶もください。 ありがとう。マカロン Thank you, let's go! ビーバーフィーバービン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 、センキューラスカイ。いやもうこういう時って考えてもしゃあないから、まあたまにはツイキャスで遊ぶか。なあ、ちょっと一回本宅帰ろう。でちょっとこれ画像変えるわ。これ画像、これまるで俺と軍曹が戦ってるみたいになってるもん。ちょっと待ってくださいね。よいしょ。本当は帰れるよ。なんだ中村くんって、なんであいつ一人でいつも誰かと戦った気でいるの。関わってこないでくれない、中村くん。俺お前のこと相手にしてないんだから。まだ友達の気でもいるの。もう俺お前と友達じゃないんだよ。ねえ、いつまでもいじけて関わってくるけど、関わってこないでくれない。君が1年ふわっちでこじったお金より俺の1ヶ月でこじるお金の方がすごいから、ひがまないでくれない。ひがまないでくれない。何を言ってるんだよ君は。ねえ、関わらないでもらっていいですか。僕に君は必要のない人間なんで。キャスで吠えても意味ないと。確かし、まあ、家帰ってさ、ビール飲んでさ、たまには早く寝てゆっくりしよっかな。じゃあツイキャスの皆さん、本日酒雑はツイキャスでやりたいと思います。久しぶりのツイキャスでの酒雑ですが、興味のある方はね、見ててください。普段は俺を見捨てたふわっちで配信してます。今後はツイキャス配信者になるかもしれません。はい、ゆいといるよ。ゆいとも、久しぶりのツイキャスでの酒雑だね。カツオ食べてさ、中ちゃんとコラボ配信でもして喋る。あ、今日コラボ枠でもやろうかな、せっかくだから。コラボ枠、オーヌメイリッシー。せっかくだからやっぱツイキャスでしかできない配信したいよね。何でもできるじゃんツイキャスは。ツイキャス来るのは雰囲気悪くなるって。けど俺いた方がツイキャスは盛り上がるよ。だってツイキャス配信者つまんないやつしかいないでしょ。やっぱ養分伊藤さんはこのサイトに必要だと思いますよ。必
要だと思いますよ。いや、エイペックスはね、いや、ゲーム久々にやろうかなと思ったけど、ゲームか。いや、ゲームじゃないよな。このタイミングじゃないよな、ゲーム。このタイミングじゃないよな。おい、ふわっち運営、てめえ、メール返せ、この野郎。てめえ、やふざけてんじゃねえぞ、この野郎。おい、おめえ、今まで養分伊藤さんでいくら稼いだ、てめえ、この野郎。ふわっち運営、てめえ。え？てめえは、稼ぎ頭舐めてんのか、てめえ、この野郎。TikTok 行くぞ、こっちもよ。いいのか？ TikTok 行くぞ、この野郎。おい、 TikTok はなるぞ、こら。ざけんじゃねえぞ、この野郎。この野郎、はるちゃん、なんて言って、養分が TikTok に行こうとしてますってメール送ってほしい。ふわっちさんがこんな状態なんで、養分伊藤まで TikTok のワンライブに加入して TikTok になろうとしてますってメール送ってほしい、はるちゃんに。このままじゃもうふわっち配信者誰もいなくなりますって。ほんじゃあ、明日はパチンコ配信するか。朝の段階で解除してこなかったら。言っていただいたみたいでありがとうございます。ああ、いえいえ。お父さん、今度飲みましょう。私もね、小前くんとね、すごく仲良くさせてもらってるんでね。弟のように可愛がってますんで。はい。今後も連れ回してね、遊んだりするんで。悪くしないんでね。お父さん、小前くんは僕がね、しっかりとちゃんとした男に育て上げますよ。任せてください。しっかりとね。はい、今度お父さんとコラボに行くわ。コラボ飲みにでも行きましょう。パーッとね、やっぱ男同士酒酌み交わしたらその日から友達ですから。年は違えど、お父さん、そうしましょう。あ、じゃあパチンコしよう。パチンコ、あのこないだのリゼロと、あのリゼロのね、復讐は明日してやろうと思います。はい、年は関係なしで行きましょう。やるとこ、あ、店舗あるさ。店舗ありますよ。ただ問題は朝起きれたらね、まあ今日はもうゆっくりできるんで、ゆっくりしますよ。ゆっくり。これから家帰ってさ、カツオ食べてさ、やってこうよ。カツオ食べてさ、ね、カツを食べて、はい、じゃあ頑張ってください。ありがとうございます、お父さん。お父さんもね、寒いですからお体に気をつけてもらって、こんな寒い日は熱燗で心も温めてもろうてね、今宵もお互いに気持ちよく酔っ払いましょう。
お父さん。万博お猿のシンバルくん、そう今んとこ一日朝解除されると思うんだけどな。ふざけてるな本当に。なんでせっかくイベント追いついたのにこのタイミングでなの。5番だと思うんだけどな俺。5番。5番だと思うんですけどね。ドゥルッドゥルドゥルッドゥルッ。しかもタイミングが、しかも今日土日だからさ。あお茶爆100センキューラスコイ。あの土日だからさ、メール送っても月曜日しか対応しないっていうね。月曜日しか。あーくるみありがとう、茶爆100センキューラスコイ。センキューラスカイ。なんで配信でやってないのにバンになるの、意味が分かんないでしょ。そうじゃない、なんで車に乗ってバンに食らうの。ふざけてるだろ腐れ運営。そんなだからな、腐れサイトって呼ばれてよな、配信者が全員いなくなって大雨落ち目なってんだよおめえ。分かってんのかおめえ腐るさいとこの野郎。うん持っといて、ごめんねありがとう。俺を敵に回すんだねふわっちてめえ。なあもっと落ち目になるからなふわっち。看板をバカにな、看板をバカにしたようにふざけたことしやがってよこの野郎。なんだこれ、小町行くばて、小町みてえなクソガキの話なんかどうでもいいんだよ小町みてえな。あほかよみえべ、小町は何でもいいんだよみえ。小町はよ、小町でも小町でも何でもいいんだよ。お待ちでも小前でもよ、うにやり。何言ってくれてんねん。あの豚キムチがよ。あ、お茶爆100、こまめさん、お茶爆100、センキュー。ラスカイ。帰るぞ、お前ら。帰るぞ。まずいいわ。休憩だと思ってさ。肩の力抜いていこう。肩の力抜いて焦る必要ないよお前ら、焦る必要ない、俺らが焦る必要がないからわかるよね。あちょっとあのハイボール小雪ちゃんとセージクレイジーパピオンに言っといて、今日俺が戻ってくるまであまり話さないでいただきたいって言ってほしい。あんまり本気出してイベントやらないでほしいって、追いつけなくなるからって。伝えてほしい。伝えてほしいです。あのセージクレイジーパピオンとハイボール小雪ちゃんにあんまり俺との差を話していかないでって。
言っといてほしい。追いつけなくなっちゃうから俺。まくれよって。まくるよ。頑張ろうな。うちのリスナーも舐められたもんだよ。明日2位まで行くから。明日2位まで。任せとけ。1位またさらに明日さあ離れるからな。さらに玉切れって、お前玉切れ起こすな。お前ら今日休憩できるから嬉しかっただろう。うわよかった、夜もこじられなくて済むって。え、正直内心ほっとしてるだろう。あ、よかったって。このままじゃ今日あと何回聖杯使われるか分かんないって。よかったな。ちょっと家戻るわ。ちょっと待ってな。